ここからは空をリポートするリポ、気象予報士の田中里穂さんです。よろしくお願いします。お願いします。田中さん、はい、今日の新潟市はこう上に羽織るものがないと涼しく感じるほどでしたね。あ、そうですね、はい、今日あの午後は日の差したところもあったんですが、あまり気温は上がりませんでした、はい、今日の最高気温、新潟市中央区と長岡市で 18.7 度となりまして、その他の各地も17度前後のところが多くなりました、はい。一方で明日の県内は天気が回復する見込みです。そうですか、はい、明日午前9時の予想天気図を見ていきましょう。明日本州付近は日本海に中心を持つ高気圧に覆われるでしょう。県内も今日とは一転して晴れる時間が長くなりそうです、はい、この日差しもあって、今日よりも気温が上がって日中は比較的過ごしやすくなるでしょう。さあ、そして連日お伝えしている台風21号なんですが、衛星画像で現在の位置を見てみましょう。はい、どうでしょうか。はい、フィリピンの東の海上で大きく渦を巻いているのが、現在非常に強い勢力となっている台風21号です、はい、でここ台風の目がくっきりと映っていまして、本当ですね、はい、かなり発達していることがわかります、はい。でこちらの台風21号、今週の土曜日に東シナ海で温帯低気圧に変わる見通しです、はい、そしてこの低気圧が週末にかけて本州付近を通過していくでしょう。通過していくとなると、はい、県内にも影響が出てきそうですかね、はい、そうなんですよね。この先の週間予報を見てみますと、土曜日はですね、台風から変わる低気圧の影響で警報級の大雨となる可能性がありますので、うん、こちら最新の情報に注意をするようにしてください、はい、雨が強まるということですね、はい、でさらにですね、この日曜日以降も天気がぐずつく見通しでして、特に火曜日と水曜日は西高東低の冬型の気圧配置となって寒気が降りてくるでしょう、はい。このため天気はしぐれますし、ここぐっと気温が下がりそうなんですよ ね、 ね、はい、なのであらかじめ厚手の上着などを準備しておいた方がいいかもしれません、はい。